かも。声めっちゃ響いた、ね、抜ける抜ける。そうなんです。はい、本日もご視聴ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は小川山、カモシカサイドロックエリアにあります、バードワッチングロックというところにあるオールリという、ワイドクラックでございます。はい、59プラスのね、ワイドクラックになってまして、出だしの3、4メーターぐらいが革新というルートですね。はい。まあ、出だしに4番かな ?4 番サイズのカームを決めて離陸していくような形ですね。はい。ワイドクラックというね、技術が、全然まだないので、かなりフェース力全開ご利用して登っている私でございます。はい。ワイドは、まあ技がね、いっぱいあるんですけれども、まあ全然まだできないので、まあ、できるムーブで、登ってたという形ですね。まあ人によってはこう、両手を合わせてスタックさせるね、リビテーションとか、あるんですけど、まあ僕は、まあほぼほぼ、なんだろう、この肘を突っ込んで、アームバーっていうのかな?アームバーみたいな感じで、スタックさせて、あとはもうフェースのホールドをね、拾いまくって、登りました。はい。なんかまあもうちょっとこう、練習して、まあフェースのホールドをね、拾わなくても、まあ登れるようになるといいなと思いますが、まあまだちょっと先の話かなっていう感じですね。ワイド難しいです。ただなんかこう、クラックは何?全身で岩を感じられて、そこが面白いポイントの一つではありますね。痛いけど。はい。まあ、左腕をロックして、ちょっとずつ足を高くして、右手がね、うまく効かせることができなくて、はい。ほぼ左手、左足のみで、ジャムると。今、奥の方にハンドが効いたのかな。うん、なんかこう、やっぱ奥まで突っ込むっていうことを忘れてたりすると、ジャムれるところをね、見逃したりしますね。はい。で、こっから、たまらずフェースに出て、あとはなんかうまいことやると。うん。オールリは、あの、左側にキビタキっていう、まあ、フィンガーハンドぐらいのね、ルートもあって、また機会があったらね、それをやりに行きたいなと思っています。まあ、いろんなルート、クラックのルートを最近やってるんですけど、まあ、フィンガーが全然うまくまだできないですね。ハンドはある程度こうできるようになってきたなって感じはあるんですけど、フィンガーがなんかね、いまいちですね。新ハンドとかも全然だな。もう、なんだろう。今まで培ってきたフィジカルで耐えてるみたいなね、ところがありますね。フットジャムは、こう、ハンドサイズのフットジャムは結構慣れてきて、余裕持ってできるんですけど、まあ、細い、ね。サイズへのフットジャムがまだまだうまくできないっていう感じで。まあ、伸びしろだらけですね。まあ、クラックでも12ぐらいは登れるようにね、なりたいものですが、まあ、それはまだまだ先の話かなっていう感じがします。
まずはね、天台とかを安定して、毎回リードでね、登れるように。ちょっとずつ経験を積んでいきたいという感じではあります。この辺からどんどんね、フラッグが閉じてきて、ハンドとかが、フィストとかが、効きやすくなってくるっていうような、ね、感じでした。これ、オールにね、レイバックでご利用して登ることも、できますね。ただ、なるべく僕はね、上に関しては、なるべく、ジャム使って登りたいなと思いつつ、フェースのホールドもしっかり使って、見ていただいてわかるんですけどね、上部の方は結構フェースにホールドがあるので、下ができる人は、上では落ちないかなっていうような、感じになってます。このオンサイトトライなんでね、めちゃくちゃ慎重に、登ってはいるんですけど、上はホールドが結構あって、やりやすいなっていう、印象でした。もうちょっとで上部に抜けていくかな。もうこの辺はもう足がすごく良くなってますので、確かホールドも、ちょっとで動画では木に隠れて見づらいんですが、ジャムもしっかり効くし、拾えるフェースのホールドもあるしで、快適だったと記憶しております。最近ね、小川山のクラックがあるようなエリア結構いろいろ行ってるんですけど、いやー、とこも面白いですね。ここ1年ぐらいはスポートばっかりやってて、ボルトルートにしか目が行ってなかったんですけど、クラックをやるようになると、投函対象が爆発的に広がるので、いやー、なんかやりたいルートがありすぎて、時間足らんなーっていう感じではあります。バードウォッチングロックのね、隣のキビタキやりに行こうと思ってるので、もしね、興味ある方がいたら、お誘いいただければ嬉しいです。平日休みでね、リードのパートナー探してるよなんて人がね、もしいましたら、気軽に、コメントでも、インスタの方でも、DM いただければ嬉しいです。そんな感じで、しっかりと登り切ることができました。最後までご視聴いただきありがとうございましメアた。でしょ。トップロープ。徳島で7登れて。文字何？